ビュー。新海新章。はい。皆さん今日は私はめっちゃ緊張しておりますよ。いつもと違いますよ。はい、あと10秒で始まりますので、ね、まます皆さん静かにしてくださいね。ギラキチンズバン。リラクセンカチャンスズバーンラディオ。FM の方をお聞きの皆さん、こんにちは。7月13日木曜日、ここからはリラキチがここ FM那覇スタジオから生放送でお届けする音楽番組、その名もリラキチのズバーンレディオということでね、今日はもう眉毛が動かないぐらいにガチガチに緊張しているボーカルシュウコです。はい、リラキチのギター担当タケセグンドです。どうぞよろしくお願いします。今日はね、7月13日ということで第20回目の放送になります。20回目。はい、すごいけど、知らないうちに20回年を重ねましたね。神々ですけど怖い。はい、はい、ということでね、今日はサクサクとね進めていきたいと思うんですけども、そうですね、本日のテーマは、本日のテーマは、あ、暑くて眠れない夜に聴く音楽ということで、はい、エアコンがないお家設定なの。寝苦しい夜にあえて聴くとしたら、ということで進めていきたいと思いますけれども、今日はゲストが来ておりますので、前半はゲストの紹介と告知、その後テーマトーク、番組後半にはリラキチのターケーセグンドが音楽のうんちくを語るという暑苦しいコーナー、セグンドチョイス、1時50分ぐらいからいろいろ告知コーナーという流れで午後2時までお付き合いいただきます。はい、メッセージリクエストの方ですね、FM那覇のホームページに、はい、メッセージリクエストはこちらからというところがありますのでね、そちらからどうぞお願いいたします。、はい、ツイキャスユーストリームでねご覧になっている方はそちらのコメント直接入れていただいても大丈夫ですので、どしどしよろしくお願いいたします。本日のテーマは、暑くて眠れない夜に聴きたい音楽でございます。クーラーないんだよ。はい、じゃあまず1曲だけねかけたいと思うんですけど、何かありますか。はい、じゃあね、メッセージリクエストをいただいております、ご紹介します。はい、チャタンの秀樹さんから、お、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今週のお題は暑くて眠れない夜に聴く音楽でしたので、おてった体を冷ますということで、ケニー G のミッドナイトモーション。暑いから諦めて眠れないときはロックでバンヘイレンの You Are Really Good To Me あたりがいいかもということでリクエストいただいておりますので、この後バンヘイレンの You Really Good To Me をかけていこうかなと思います。そう、じゃあ You Really Good To Me いっていきます。じゃあ早速かけたいと思います。はい、バンヘイレン、You Really Good To Me。 はい、さてただいまオンエアの方ではバンヘイレンの You Really Got Me お送りしております。どこだ。音声調整中でございます。聞けないことはないですけど、多分大丈夫。そのヘッドホン的な問題かもしれない。左ちょっとずらしといてもらってもいいかもしれないです。はい、そう、あの今はツイキャスに音源が載せれてない状態なので、トークがこう、あのなんだ、ツイキャスの方は入ってるんですね。でそれ聞いていただくのに片耳出しといていただくといいかもしれないです。あ、今違う話だったんだけどね。あ、はい、そうそうそう、はい、ただいまオンエアの方はバンヘイレン、ユリエリガットミ、ヒデキーさんのリクエストをかけております。もう言った。はい、今日はね、暑くて眠れない時にね聞きたい音楽というテーマなのでね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、戻っていきますか。戻っていきたいと思います。はい、これ終わったらね、勘弁してください。お聞きいただいておりますのはバンヘイレンで You Really Got Me。 やっぱロックがいいかなと思ってね、自分の。ああ、そう。独断と偏見でロックを選ばせていただきました。はいはい、まあ、暑くて眠れない時に何聴くのかってね、まあ、いろんな考えがあると思うんですけど、まあ、それは後でじっくり話すとしてですね、はい、今日はねゲストも来てますのでね、この後はね、はい、バンバン、ゲストの紹介とねお話の方をしていきたいなと思うんですけどもね、はい、そんな感じで、はい、じゃあ今日も元気に参りましょうか。元気ねえな。
はい、では元気に参りましょう。リラキチのズバーンレディオ、どうぞよろしくお願いします。はい、ではここで早速本日のゲストをお迎えしたいと思います。今日は3名のゲストをお迎えしておりますので、それぞれの皆様から、順番に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、まずは白いお帽子の先生から先生から、はい、ダンスチーム関西京都今村組の総代表をしております今村勝彦と申します。イエーイ。ヤクザではありませんよろしくお願いします。ガオガオ先生、もうちょっとねマイク近づいてもらったらいいかもしれないです。ヤクザではありません2回言っていただきましたけども、はい、ありがとうございます。ではそれではお隣の白いシャツの、はい、お方、一般財団法人ワンネスグループの沖縄で代表を務めております井田忠臣です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。では奥にちょっぽり見えておられる、はい、同じく一般財団法人ワンネスグループから参りました、今回の広報させていただくイベントの広報させていただいております、高尾と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ということでですね、今回、関西京都今村組が初来沖でそしてライブをされるというお話を伺いました。ね、そうなんですよね。で今日今回はこ の告知のためにお三方にいらしていただいたんですけれども、もう本当私すごいこの今日なんでこんなにわたふたしてるかっていうとその10年前にこの今村組 のテレビをテレビ番組をね見ていたんですよ。そしてですね、もうその時ねちょうど東京に自分住んでいたんですけれども、はい、原宿でスーパーよさこいってやるじゃないですか、あれに出演されていたんですよ。ですごい感動して、音楽もさることながら踊りのダイナミックさ、本当にねこれあなたは踊りを見て泣いたことがありますかっていうこの歌い文句の通りにもうね踊りで泣けるなんていうのは初めての体験でした、自分自身も。なのでね、ぜひぜひ今日はこのあたりを掘り下げていろいろと伺ってまいりたいです。そしてね、たくさんの沖縄県民の皆さんに見に来ていただきたいと拡散して画策しておりますなるほどなるほど、はい、ということでね、関西京都今村組について先に説明してもらった方がいいんですかね。はい、はいはい、ご説明していただきたいと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。私は49歳まで小学校の教師をやっておりまして、はい、先生を、はい、今年60なんですけれども、へえ、はい、この前還暦を迎えまして、あら、おめでとうございます。だから靴が赤いんですよ、はい、なるほどちゃんちゃん子じゃないんですね靴が赤い、靴の方は赤にして、はい、どうでもいいんだけどなるほどです。だからね、やっぱ学校だけじゃ助けられへん子供って山ほどいるんですよね。で、まあ、そのあるきっかけで、まあ、踊りを通してってやったんですけど、いろんな芸術文化あるんですけども、はい、踊りほどその人間の生き様が如実に現れる、芸術ってないっていうふうに思うんで、だからその踊りを通して子供の生き直し、全身を狙ってやる。でも踊りをやる限りはもう踊り自身も超一流やろうっていうことで、それでもう15年ぐらいやってますかね。なるほどね、はい、そうなんですね。先生踊りをやられてたんですか、もともと。いや、僕は若い時ディスコで踊ってたぐらいで。なるほど。でも踊りがやっぱいいんじゃないかって思ったわけですよね、スタートね、うん、いやもう全然僕わけのわからん学校ばっかりこう回されて、はいはいはい、で立ち直ったらまた違う学校回されて、あ、なるほど。最後に行ったわけのわからん学校っていうのはわけのわからん、はい、わけのわからん京都府木津川市高菜小学校っていうのもう届かへんから言いますけども全く本当の顔しないんですよ。それガオーいるんじゃないですか。ガオー、はい、タイミングずれたやんいや
表面だって悪いことしないんですけど、学校ではもう絶対仮面をかぶって外さない。あ、だから暴力的な問題はないけども、いじめ、いじめ、人、不登校、差別、そういうのが年間300件を超えるっていう、影に隠れたあれで、どうしてもどうしようもなかった子供らがある時に踊り踊って、本当の顔が僕に見えたんですね。あ、それがきっかけですね。どうなんですね、今でもはっきり覚えてますね。もう20年近く前ですけども、これやって思って、そこでこれだってなったのがその踊りだったわけですね。はいはい、だから今村組っていうのはその子らをと一緒に外へ出ていくときにチーム名つけようって言ったときに、子供らが6年3組今村組やから今村組やっていう。なるほどなるほど、はい、ヤクザではありません。組ってついてますからね。組ついてますけどね、はい、うん、あ、なるほど、それで踊りなんですね。はい、それあの今村組はね、よさこい踊りをやってると思うんですけど、その時にやったのがよさこいだったんですか、そういうことではない。いや、あのね、よさこいの場によく出るからよく言われるんですけど、うちはよさこいではないんです。ではないんですか。ここは京介くんがうちのライブを見てくれてるんで、はい、あの素晴らしい評価をお願いします。あ、そこちょっと聞きたいです。聞きたい。はい、あのですね、うん、あの私今年の2月に関西でありました、ライブにご招待いただいて実際にあの見てきたんですよ。はい、で、拝見する前はですね、うん、踊りを見に行くんだと、はい、僕はあのダンスを見に行くんだと思って見に行ったんですけれども、うん、まあ、約2時間の公演の後、はい、先生にあの言わせていただいた感想が、うん、すいません、僕は踊りを見に来たつもりでしたと、はい、でもこれは踊りではないですねっていう感想を言わせてもらったんですね。なるほど。何かそのダンスとか踊りとかいうカテゴライズではなくて、はい、関西京都今村組っていうタイトルがつく新しい文化芸能を見せていただいた気持ちでしたっていう話をさせてもらったんですよ。なるほど。これはあの実際に踊りを踊ってくれた子どもたちの前でもお話しさせてもらったんですけど、あの、まあ、先生もそう言われることが一番嬉しいっておっしゃってくださって、あの本当にね、こう踊りじゃないんですよ。これ本当に伝えるの難しいんですけど、はい、ぜひ見ていただいて。いや、踊ってるんですよ。そう、踊ってるんですよ。踊るんだけど、決め決めでもすごいキレキレの踊りですよね。うん、なんですけど、はい、ただ踊り感じるのがそうじゃないっていう、うん、なるほど、うん、それだけでは言い表せないという。そうなんです。多分彼女が見てくれたらもううちの一端を見てるだけなんですよ。ああ、まあ、そう、そうですよね。お祭りとかって一曲でしょ。あ、そうそうそう、うん、だからそのキレキレの部分だけを見てくれてる、うん、でもベースとしては、はい、あの静かな曲であろうが何であろうがもう目を通して心に訴えかけるっていう。目を通して心に訴えかける、はい、なるほど。そう、見たい。ぜひ見て。そうですよね。そのね、関西京都今村組の初めての沖縄での公演が、この7月26日に、そうです、浦添の手だこホールで、大ホールの方でね、あるということなんですけど、これをそのワンネスグループさんの方で主催して今回行うと。そうです。これはまたどういう流れでこういう形になったんでしょうかね。もともとですね、あの私たちワンネスグループは、内地に、まあ、奈良県なんですけども、はい、奈良県がまあ本部がある団体です。で、昨今話題にもなってますけども、このアルコール依存症とか、はい、ギャンブル依存症とかですね、あとは薬物依存症ですよね、はい、こういったその主なその依存症の、はい、社会復帰の支援をしている団体なんですけども、うんうん、で、沖縄県内にこう、あの私がこう来てからですね、5年、はい、月日がこう経っていて、この5年間の中で、うん、那覇市と南城市とで、はい、デイケアを運営しながら、うん、まあ、あの社会復帰の支援をしていると、うん、そういった団体で結構あの割とあのメディアに取り上げていただいたりだとか、はい、で、あとあのさっきもちょっと話してたんですけども、はい、あの首里にあの就労支援のための飲食店を経営してた。あ、そっかそっか、はいはいはい、そういったところでその幅広く沖縄県内で活躍させていただいてるんですけども、はい、まあ、その、あのメディアに放送されたものをですね、うん、まあ、今村先生が見てくださって、はいはい、でそこからがまあきっかけであの少しこうつながることができて、1月に飛び込みで、はい、そうなんですか、見たいって言って。それはじゃあ今村先生の方からアプローチされたんですね。そうです。あ、なるほどなるほど。見やんとわからんでしょ、うん、そうですね、まあ、もちろんそうですよね。怖かったんですけどね、最初やっぱり。
ほらテレビで言われてるね、はい、やっぱり薬物依存っていうのは怖いですよ。そっか、そっか、そういうことがですね、先生にも怖いものあるんだと思って間が空いてしまいました。その時連れて行ったおつった女の子二人おって、はい、もうパツパツのミニスカートが入っていたから施設行った時も獲物に飛びかかるような目でした。うわーおガオウサギちゃんが来たのみたいな。でも全く違うかったんですよ。全く違うかった。そうですか。全く違うかって彼らの素敵な前に進もうとする目が、うん、僕はもう感動して、うん、で彼らの言葉がなんでそんなんやったんって言ったら心に穴があったんですよねって言いよって。あ、なるほどね。もう衝撃受けて、うん、うちにもいっぱいおるし、うん、世の中にもいっぱいいますやんそんなやつ。そうですね。うわこれはなんかやりたいって言って、うんうんうん、で泊まって翌日帰るはずやってんけど、もう一回京介呼び出して、はい、なんかやろうとはずっと言ってたんやけどね、朝こんなんやらんかって言って、もう飛行機までの時間、あその時にパッと決めたんですね、うん、もう夜寝ずに、はい、なんかやろうだけで帰るのはもう自分のねプライドが許せなくて、形にしたいと思って朝もう一回おうてこんなんやらんかって言って帰ったのがきっかけ。そうだったんですね。でも実際それを受けてくれてね、ワンですが、やりましょうと、はい、いうことで、それで今回のこの初沖縄公演の実現というと、これはもうスタートですけどね。なるほど、はい、こっから始めていこうと、はい、もう沖縄制覇しようと思って制覇っていうのがねどういう状況か分かんないですけど、僕もどういう意味で使ったかよく分かってないですけどでもなんかあの、うん、沖縄はあのエイサーご存知ですよ、はい、エイサーがやっぱり盛んなので、うん、なんかエイサーに救われるねあの人たちとかも結構いると思うんですよ、はいはい、で僕の周りにもねそういう、うん、いう体験をね言ってくれる人とかもいるので、うん、なんかそういうところもとのなんかこうなんか融合というかなんかね、はい、そういうのがあると面白いのかなとか勝手にイメージしてるんですけど、エイサーは僕よくわからないんですけど、はい、この手の踊りとかやってる人間結構ねそれこそカテゴライズしちゃうんですよ、うんうん、うちが一番いいって、うん、あーなるほど。でもイモはいいんやから、フラダンスであろうが何であろうが、うんうん、ヒップホップであろうがイモはいいんだっていう、うん、だからエイサーとね融合してとかっていうのは絶対やってみたいですよね。あいいですね。やっぱりエイサーを始めたその地域に根付くっていうことで悪い道に行かずに住んでる子たちって沖縄にはいっぱいいますから、はいはいはい、そのあたりがすごく今村組のやり方と共通するものが、ねはい、ありますもんね、はい、見てみたいですね、はい、うん、今回の公演でもあれですよね、あのスペシャルゲストとしてこの地元の沖縄の団体もいくつか出られるんですよね、うんうん、そうだよね、うんうんうん、結構有名な団体なんでしょこれ、うんうんうん、僕知らないです。その辺もかいつまで紹介してもらえます。はい、はい、まあ、実はですね、はい、このイベントの候補させていただく中で、うん、ぜひ沖縄 の、はい、あの県内の子どもたちを、うん、絡んでいただきたいということで、はい、なかなかこう、苦労した部分があったんですけど、最終的に計4団体、手を挙げていただきまして、はい、まずはですね宜野湾市からはひまわり体育教室といってですね、はい、あの保育園や幼稚園県内50カ所に出入りして、うん、体操を教えられている、先生もしくはその、うん、先生に体育の教え方を教える先生、そういう方がいらっしゃるんですけど、彼が、やってる体操教室の子どもたちが、はい、音楽に合わせた、うん、バク転とか側転とか、はい、そういったちょっとアクロバットなショーを披露してくれる、そんなひまわり体育教室っていう団体と、はい、那覇市からはですね若獅子隊といって、うんうん、これも地域に出している獅子舞を、うん、演舞してくれる団体、はい、それからですね、テアゴホールがあります浦添からは2団体、うん、1つはですねホームランド沖縄さんと申しまして、はい、もう地元浦添でずっと活動している100名を超える生徒さんを抱えるダンススクール、沖縄ダンススクールですね。それからですね、まあ、この4団体の中で唯一エーサーの団体であります知人衆ワカティーダという大きなこの歴史のあるエーサー団体も今回賛同していただきました。彼らはですねこのライブ公演の前は手だこ祭りで、このライブの後には今村組のライブの後にはケツメイジのライブにゲスト出演する方なんですけど、あのその忙しい合間を縫ってですねこの短い時間ではあるんですけれども、うん、今回のこの今村組のライブの趣旨にご賛同いただきまして、皆様ボランティアでご出演いただくということで非常に光栄なことだと私ども思っております。
素晴らしいですね。なるほど、素晴らしいね。そのスペシャルゲストのね、地元の団体も参加してのこの関西京都今村組の初沖縄公演なんですけどもね、概要を出庫さんの方からですね簡単に説明しておいてください。はい、2017年の7月26日水曜日ですね。こちら会場は浦添市手だこホール大ホール、時間は18時、会場18時から19時までスペシャルゲストライブ、19時から21時ライブ本公演という形になっております。そしてチケットの方ですね、こちら大人高校生以上前売りが2000円、当日が3000円、子ども中学生以下が前売り1000円、当日が2000円、未就学児は無料となってございます。こちらチケットの方のお問い合わせは、ファミリーマート、ファミポートでも決済いただけるということで、どちらから購入できるんですかね。なんかおすすめあります、うん、チケットの購入方法、はい、ですね、あのチラシをご覧になられた方は、うん、QR コードが、ついてるんですけれども、そちらの QR コードをお読みいただいて、はい、インターネットにつながりますので、そちらから決済をしていただければ、はい、ですね、公演の1時間前まで前売り料金でお買い求めいただくことができます。公演の1時間前まで、はい、なので当日にファミリーマートできちんと買っていただければ、はい、前売り料金でお入りいただけるということです。そうなんですね、はい、なので、はい、ぜひ、そちらからお買い求めいただければなと思うんですけれども、はい、まあ、今回せっかくこうやってラジオに、うん、出演させていただいたので、はい、もしですねこのラジオをお聞きになられた方で、はい、FM 那覇のリラキチさんの、うんうん、ズバーンラジオを聞いてっていうことで、はい、今から申し上げる電話番号にお問い合わせいただければ、はい、ですね、はい、お買い求めいただいた方に1枚招待券をお付けさせていただこうかなと思います、はい、マジですか、すごい太っ腹、太っ腹、100枚申し込んでも1枚、あ、100枚は考えましょうね。100枚来たら考えましょう。100枚来たら100枚。伊田さんがさらに太っ腹を。じゃあ代表が言ったんで100枚来た。1枚につき1枚でいきましょうか。はい。1枚につき99枚までは1枚ね。あ、そうしましょうか。で、1枚につき1枚招待券つけさせていただきました。すごい。本当ですか。すごい。2人でじゃあ行きたかったらもう電話するしかないですね。はい、電話してください。電話番号がですね、098。はい。943-4655、はい、もう一度お伝えしますね、はい、098-943-4655、はい、こちらにお電話いただけましたら、はい、私高尾につながりますので、私の方で責任を持って対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1枚につき1枚のご招待券がいただける。すごい太っ腹。そんなね、集客困ってるわけじゃないんですよ。そうですよね、結構ね集客してくれてんだけど、はい、何を血迷ったか何を狂ったか今の発言大丈夫大丈夫ですよ。満席にする、満席にします。一人でも多くの人にね、一人でも多くの方に見ていただきましょうね、はい、いやいや思ったほどリラキションズバーンレディオ誰にも聞かれてないのでそういう話そういう話帰ろうもう待って帰らないで電話が楽しみです。そうですよ、この後もまたね動画アップすぐさせていただきますのでね、そちらからもご覧いただけますのでぜひぜひチェックしていただけたらと思っております。はい、はい、それじゃあね、まあ、最後にというかね、はい、今日はね今村先生もこの後ご用意っていうもあるということでね、番組の最後まではね、うん、いられないということなのでね、残念、はい、あれなんですけど、はい、一応ね一つね僕の手元にね音源をちょっといただいてるんですけど、うん、これできたてほやほやの音源だと聞いてるんですけど、できたてっていうかね、はい、まだ最終ミックスはやってないんですよ。なるほど、そうなんだ、はい、もう一回ラスト最終ミックスやるんですけど、今日夜、まあ、支援者とかいっぱい集まってくれるんで、はい、今度ライブの後にね、はい、ワンネスグループでチームを作って踊るチームを作ってやろうって11月の福岡の祭りに出ようっていう取り組みになっていくんですけど、はいはいはい、それに使う曲を今日持ってきたんですよ。すごい、あ、なるほど、あ、じゃあこれ今回の公演ではなくて、いや今回の公演ででも使われる振りをつけて、はいはい、うちの今村組の子も踊ります、はいはい、あ、なるほど、はいはい、でワンネスの人たちとか、はい、ひょっとしたら多くの子供らが来てたら、じゃあお前らもやるかみたいになるかもしれないし、だから提供する曲です。だから題名もまだ決まってないです。すごい、生まれたてほやほやの曲を、ほやほや、じゃあ これからこの沖縄でこのやっていくにあたって書き下ろしたっていう感じでいいんですかね。そう、もう入ってるミュージシャンすごいんですよ。わお。バックギタリストですけども、ギタリストは平井堅君の、バックギタリストの大輔っていうのが、ああ、はいはいはい、僕知ってます。いや直接は知らないですけど、ライブを見に行った時に、はい、いつも一緒にギター、はい、もうすっごいファンキーな、ね、酒のマント
ギター弾けへんってことですけど。そうですか。いや素晴らしいギタリストですよね。でもアレンジャーはね、なんかね、スッキリのテーマソングを変えてる男とか、はい、プロの男なんですけど、僕の次男の幼馴染で日本で唯一僕のことをおっちゃんって呼ぶ男なんですけど、わお、恐れを知らぬ。結構面白いメンバーが。そうなんですね、だから大輔君は今度11月そんな出資やったら生で弾きに行くって福岡に来てくれるんですよ。すごい、本当ですか、すごい、そうですね。じゃあそんな貴重な、はい、最終ミックス前の仮ミックス段階の音源ということでいいんですかね、はい、まあ、90%ぐらいですね、はい、はい、を今日ねかけさせてもらっていいですか、うん、これじゃあかけたいと思うんですけども、高尾君がいいって言ったから、はい、これなんて紹介すればいいですかね、先生の方から紹介してもらえますか、これ書けますので今、ね、ワンネスのために書き下ろしたで、沖縄の子どもたちがこれで踊りたいって言ったら全然こ使ってもらいたいと思ってます。とにかくワンネスのみんなを見てこうつまずいてた人間が前に進んでいくみたいな、そんなテーマで作った曲です。題名よかったら、京介に電話で言っていただいたら、僕が気に入ったら招待券を100枚またタイトルを、タイトルを、タイトル、あ、募集、今題名も募集じゃあ聞いてください、はい、お聞きいただいておりますのは今村組、今村先生の作曲で、ただいまタイトル募集中でございます、はい、沖縄のために書き下ろした新曲ということで、はい、こういうので踊るんですね、はい、かっこいい、これは揺さぶられる感じですね、うん、うわ、若い子はすごい喜んでくれますね、そうと思います、これは見に行きたいな、見に行かないと、いやいや、ぜひぜひぜひ見に行っていただきたいと思うんですけどもね、テダコホールで、はい、最後に電話番号もう一回言っとこう、そうですね、いいですか、申し上げて、僕の携帯ですか、全然違います、先生の携帯も聞いてもいいですけどチケットが漏れなく1枚ついてくる、うん、うん、じゃあ電話番号の方ね申し上げます、 098-943-4655 もう一度申し上げます、 098-943-4655 こちらの電話番号で高尾さんの方につながります、ね、はい、ぜひリラクチのラジオ聞きましたって言ってですね、チケットの方予約をしていただきたいと思います、はい、はい、ということでね、はい、メッセージいただいてるのでちょっと呼ばせていただいてよろしいですか、あーちゃんさんからメッセージありがとうございます。ありがとうございます、あーちゃんさん。今村組が沖縄に来るということで、すぐにチケットを買ったのに、このラジオを聞いてからチケットを買うと招待券がもらえるってそれも招待券100枚って、なんて太っ腹、かっこ笑い。会場で生の踊りを見られるのを楽しみにしていますね、ということでね、メッセージいただいております。電話してくれたらあげるやんな。電話してください。僕で対応しますんで。買っちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。って言ったら、あげるよね。本当、じゃああーちゃんさん、ちょっとね、試しに今村さんに098の94
ンさんの4655にね電話してみてください、はい、お願いします。今回のね問い合わせ窓口の電話の方に、ね、電話してみてください。知ってくれてはんねや。でも嬉しいね、本当あーちゃんさんありがとうございます。はい、ということでね、はい、ね、はい、今日は今村組の、はい、今村先生とですねワンネスグループの、うん、お二方に来ていただきました。はい、はいはい、テダコホール7月26日、はい、関西京都今村組、ぜひ皆さんお見逃しなく。そうですよ、はい、行ってください。どうぞよろしくお願いいたします。箱で絞ってね、はい、お待ちしてます。はい、それでは、お三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい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 、皆さんぜひね、あの関西京都今村組の、公演の方ね、見に行ってもらいたいと思うんですけどもね、とりあえずねこの後のご予定があるということでね、今村先生とね、あのワンネスのお二方は、お帰りになられたんですけどもね、今ね、シークの方がちょっとね、お見送りをしているところで、タケセグンドの方で今ラジオの方を繋いでおりますけどもね、この後はねテーマトークの方戻っていきたいと思うんですけど、いつもより、ね、時間がちょっと押しているので、テーマトークと合わせてセグンドチョイスの方もね、続けてやっていきたいと思うんですけどね、今ねあのバックに、流しているのがジョン・リー・フッカーのブギー・チレーンという曲をね今流してるんですけどもね、僕が、寝れない、暑くて寝れない夜に聞くのどういうやつなのかなと思って考えた時にね、やっぱりね暑くて眠れない時はもう諦めて多分ディープなやつ聞くだろうなと思って、ですごいもうあのドブルース、すごいもうディープなブルースか、なんかあのディープなソウル、そういう系のやつ聞くなと思ったので、わかる、それをあ、シュウコ戻ってきましたね。戻ってきました。すみません、はい、お待たせしました。それをね、はい、聞くんだろうなと思ってね、うんうん、選んだ曲で今ちょっと後ろにかけてるんですけど、はい、はい、ジョン・リー・フッカーって知ってます？知ってる。ジョン・リー・フッカーね、すごいね面白い人でね。うん、このちょっとね、あのブギーっぽいブギー調の曲が多いんだけど。あ、そうなんですね。はい、切れちゃった。本当だ。はい。なんで？はい、これは今日の、眠れない暑くて眠れない夜に聴く音楽っていうことで、タケセレクトなんですか？はい、そうですそうです。あ、これなんかちょっと待ってですね、はい、戻ってきた、戻ってきました音楽が、はい、僕のセレクトの曲を今かけてるんですけど、はい、こういうジョニー・フッカーとかなんかこういう、うん、なんかディープなブルースが聴きたいなと思って、この流れで紹介しちゃうんですけど、はい、まあ、この曲もいいなと思ったんですけど、うん、この曲も先に流しちゃったので、はい、もう一曲別の曲をねかけたいと思います。あ、本当ですか、はい、ライトニー・ホップキンスそっちかも、はい、そっちもかライトニー・ホップキンスのモージョハンドっていう曲を聴いてもらいたいですよ。モージョハンド、これもうね眠れないよりに聴くね、はい、俺は間違いなくかっこいい曲ですよ。ライトニング・ホップキンスね。はい、ライトニング・ホップキンス。で、これは1962年の録音のバージョンの、モジョヘンドっていうタイトルのアルバムからの録音の、はい、バージョンを聴いてもらいたいと思います。ライトニング・ホップキンス、モジョヘンド。はい、オンエアの方はねライトニングホップキンスでモジョハンドを流しております。今日はでもサクサクといきますからね。何モジョって
モジョ変だ。モジョってはね、なんかね、うん、スラングだけど、なんか、うん、あの魔法マジックみたいな意味。へえ、うん。そうなんだね。うん、じゃあ黒魔術的な雰囲気です。なんかちょっといやらしい意味もありつつ。あ、なるほどですね。うん、はい、そういうなんかもうすげえやべえやべえ。俺の腕はやべえ腕だぜみたいな。あ、すげえギター弾きだぜ的な。もうでもジャケットがもう拳がガーってなんか突き破ってるようなジャケットだからねこれ。はい。こあ、はい、ジャケット CD ジャケットが。はい。この後のケン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 っていうギターソロのところまで行きたいんだけど、うん、今日はもうサクサク行くので戻ります。はい、お届けしておりますのはライトニングホップキンス、ライトニングホップキンスでモージョーヘンド。ほらいいでしょ、うん、かっこいい。こういうね、あのテキサスとかね、こういうね、なんか、まあ、そのジメジメとした暑そうな感じのところで生まれた音楽がやっぱりいいよ、はい、なるほどね、と僕は思ってですね。暑くて寝れないだもんね。こういうのを選んだんですけどね、うんうんうん、そういえばでも他にも秀樹さん以外からもメッセージも来てたんじゃないの。あ、そうなんですよ。そっちも紹介してサクサクいかないと大変ですよ、はいそうですよね、そうなんですよ。ということでね、はい、僕はこういうなんか暑苦しい時に暑苦しい曲をもう聴いちゃうっていう、暑苦しいを重ねるっていう考え方なんですけどね。なんかその辺は今日私も同感です、同意です。そうなんだ、お、珍しく、はい、珍しく同じ方向に行ったね。そう、なるほど、シュコもそんな感じなんだね。そうなんですよ、はい、はい、じゃあリスナーさんからのメッセージ、はい、お願いします。ご紹介したいと思います。普天間のターリンさんからありがとうございます。ありがとうございます。ターリンさんも解禁賞本当だよ。番組放送20回記念おめでとうございます。あ、ありがとうございます。そうなんです、20回なんです。ありがとうございます。さすがですね、10回目ターリンさんに、ね、お花もいただきました。お花もいただいたんでね、はい、ありがとうございました。暑い日が続きますが夏バテしてませんか。そんな暑い日に眠れない夜はリラ吉の You are the one を聞いてクールダウンするか、それでも眠れない時はイーグルスのホテルカリフォルニアでとことん朝まで起きます。おそらくチャタンの秀樹はもっと過激にマニアックな曲をリクエストするはずですがということでね2人でね、このリクエスト合戦楽しんでいただけているようで嬉しいです。ありがとうございます。いつもね、普天間のターリンさん、はい、いつもねリラキチの曲も入れていただいて、はい、あとホテルカリフォルニア、そうですね、うん、どっちかけます、うん、やっぱここはあら、あの You are the one を行きたいところでございます。近頃自分でも聞いてないそれでは、はい、じゃあ You are the one、はい、行きましょうか、はい、じゃあリラクシンキッチンで You are the one 聞いてください。はい、お届けしておりますのはリラクシンキッチンで You are the one。 タリンツもありがとう、ありがとうございますさあね、さっきもねちらりと話したんですけれども、うんうんうん、眠れない夜に聞きたい音楽で、あのタケブルースとかだったじゃないですか、うん、ね、私はねソウルで一曲、うん、これいいな、もう眠なくてもいいやみたいな気持ちになる曲があるので、それをかけていただこうかなと思いますよ。あ、ぜひぜひ行きましょう。はい、よろしいですか。はい、ザ・オハイオ・プレイヤーズで Sweet Sticky Thing。
はい、ただいまオンエアの方はですね、オハイオプレイヤーズスイートスティッキーシングをかけております。最高。これはね、あのね、95年ぐらいのね、うん、ベスト版だと思うんだけど、うん、でなんかリミックスしたバージョン。そうなんだよ、これ違うよね、クワッドミックスってやつで、うん、こっちの方がね、なんかね、ギターの音とかもこうクリアでかっこいいからこっちにしちゃった。あ、そうなんだ、うん、この本体がさ、テーマを吹くのがフューチャーされてるのが聞きたかったんだけど、あるんだけど、そういうバージョンが。あ、このバージョンじゃなくて、スタジオバーテイクのバージョンじゃなくて、なんかどれか分かんなかったの。あ、そうなんだ、ごめんなさいね。俺はこっち、まあ、基本的にはこれミックス違いなだけで一緒なんだけど、あの、ね、スタジオテイクなんだけど、うん、そういうのがあったと思うんですよ。別テイクがあるんだ。へえ。それがね。でもこの曲いい。俺もこの曲選ぼうかと思ってたぐらいで。メロでね、いいんですよ、うん。10月にやるじゃないですか。ソウルブルースソウルナイト、うん。この時に有田さんをフューチャーしてこれやりたいな。戻るよ。うん。お届けしておりますのは The Ohio Players で Sweet Sticking。 いいじゃないですか、このねっちょりした感じ。ねっちょりした感じが、あの、熱くて寝れない時はね。うんだよ、甘くてくっついてくるものだからね。僕もね、でもこういう感じです。あのブルースかけたけど、うん、基本的にはこういう感じで、あのちょっとエロいやつ、これが多分多いと、うん、あのいいと思うんですよ。そうなんですよね、熱くして寝れない時は。だからソウル、ブルースあたりね。そう、うん、あのソウルとかファンクとかでもいいんだけど、こう、うんうん、もう汗ぐっしょりでもいいやみたいな感じのやつ。そう汗だかなんだか分かんないけど、シーツも濡らしとけみたいな感じですよね、はい、そういう感じで、はい、今日のセグンドチョイスも選んでますので、このままこの後セグンドチョイスの方に移っていきたいと思いますので、引き続き聞いてくださいね。セグンドチョイス。本日のですね、本日のですね、結構かかってる。セグンドチョイスは、マービンゲイ行きたいと思います。来たね、マービンゲイのレッツゲットイットオン行きたいと思います。来た、はい、あの究極のエロスアルバムです。はい、あの昼間だからちょっとどこまで、あの具体的な感じで、言うかは分かんないんですけど、言っちゃダメ、ガオ、夜、うん、暑苦しくて寝れない時、はい、あのなんだろう、暑苦しくて寝れない時限定ですよ、うん、その時はこのアルバムがいいと思います。はいはい、であのマービン・ゲイの、ね、説明も簡単にしていきたいんですけど、うん、今日はマービン・ゲイの Let's Get It On というアルバムに、はい、フォーカスしていきたいんですね、はい、でこれは1973年に、ね、リリースしたアルバムで、はい、マービン・ゲイは自身はすごく有名な人なので、うん、知ってる人も多いかもしれないんですけど、はい、このアルバムはですね、大名盤である What's Going On の次に出たアルバムなんですね。そうですね。で What's Going On というアルバムはもうすごい、もう歴史的名盤と言われてますけれども、これはこのアルバムは、この What's Going On はコンセプトアルバムだったんですね、はい、でベトナム戦争とか、うん、公害とか貧困とかね、それこそね、あの先ほどの今村組さんの話じゃないですけど、そうですね、そういった社会問題を取り上げたコンセプトアルバムだったんですよ。だからすごい社会的なメッセージが強く出てたアルバムだったんですね、うん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 、でその、社会的な批判をそのアルバムに込めるっていうこと自体が当時まだ、はい、珍しかったというかね、そういうところでもすごく、評価されたアルバムだったんですけど、 そうなんですね、その次に出したのが、うん、
なぜか、このアルバム「レッツ・ゲット・イット・オン」っていうところがこのマーヴィン・ゲイの振り幅のすごいところで、はい、ね、はい、何なのかというとこのアルバム「レッツ・ゲット・イット・オン」はもうなんかずっと最初から最後まで、はい、基本的にはあの、スケベなことしか考えてないです。そうですね、はい、そういうアルバムです、はいはい、なのででもねあの、うん、マーヴィン・ゲイっていう人が要するに、うん、あの自分自身がその時本当にフォーカスして思ってることを通じてしか音楽が作れなかったっていうところなんだと思うんだよね。この人も私生活を全て赤裸々に音楽に込めることによって、うん、素晴らしいアルバム素晴らしい曲を残しているんですよ。なので、71年に What's Going On を出した時には、うん、そのことをすごく考えてたんだと思うけど、うん、この73年に Let's Get It On を出した時には、うん、そういうことを考えてたんだと思う。なるほどね。はい、でもプリンスもそうですもんね。そう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 、やっぱり聖なるものとしてのそのセックスということですよね、うん、そういうことです、うんうん、そういうことなのかな、わかんないけど、まあエロスです。でもこのアルバムは聖濁合わせ飲むみたいな感じですかね。はい、うん、で、マビン・ゲイはね1939年ワシントン DC の出身なんですけど、はい、すごいあの厳格な牧師のお父さんのもとに生まれて、うん、はい、すごい厳しく育てられたんですね。でも厳しいっていうじゃなくてもうほぼ虐待。そんなに。でこのとこのすごい厳しかった家庭環境が、はい、その後のその音楽にのめり込んでいくマーヴィン・ゲイそのものに結局なっていくんですけどね。うん、もう結局この子供の頃のことを克服できなかった感じではあるんですけどね。はい、そうなんですか。はい、で1984年に、うん、まあ、そのお父さんに射殺されるんですけど最終的には。お父さんに。はい、ということでね、まあ、詳しくは、調べていただければと思うんですけど。はい、Let's Get It On の2曲目に入っている Please Stay という曲を聴いてください。あ、はい、オンエアの方はね、マビンゲプリーズステイかけてます、うん、だからね、なんかその何かにのめり込むっていうのは何かの偏りがあるっていう証拠でもありますよね、うん、やっぱりね、お父さんからの愛情が欲しかったんでしょうね、うん、でもそれが形を持って消化できたんであれば素晴らしいことですよね、うん、このアルバムに慰められた、それしかできなかったんだと思う、マーヴィン・ゲイは逆に。そっか、うん、器用に見えるけどね、すごい不器用だと思う、うん、逆にね、いろいろできたけど、うん、音楽的にはそうだよね。ああ、そうだよね。はい、お届けしておりますのはね、マーヴィン・ゲイ Let's Get It On のアルバムの2曲目に入っております Please Stay、はい、Once You Go Away という曲なんですけどね、うん、すごいエモーショナルな歌い回しがとってもかっこよくて、そうだね、レッツゲットイットンから始まってこの曲になって、うん、4曲目までは、うん、アルバムの前半はね、あの組曲的になってるんですよ、うん、これはワッツゴイの流れを組んでるんですけど、うんうんうん、全部こう、曲がつながってるような感じで作られてて、ね、うん、で後半はまたちょっと違う感じで、っていうかもうレコーディング時代の時期も違うし、うんうん、ちょっと寄せ集め感があるんですけど、はあ、なんだけどね、なんだろうね、このね、全体的にこのあのエロスで統一されてるからか分かんないんですけど、はい、このアルバムすごく僕は好きなんですよね、うんうん、あのその後のアルバム I Want You とか、はい、すごく素晴らしい練り込まれたアルバムを、うん、作ってるんですけど、うん、まあ、ミニはこの後も そのそれとかこの前の What's Going On とかに比べると、うん、ちょっとそういう録音時期も違ってたりとかして、寄せ集め感が否めないアルバムなんですよ、うんうん、なのでアルバムとしてのクオリティはそんなに高くないとも言われてるんですけど、はい、にもかかわらずなんかすごくね、このアルバム全体通して僕はすごく聴けるし、なんか、うん、好きなんですよね、うん、で、まあ、社会的なメッセージを歌ってたりとか、はい、マーヴィン・ゲイが一番愛してたリアルなジャズ、うん、ナット・キング・コールスタイルのジャズをすごくマーヴィン・ゲイは愛してたんですけど、そうですね、はい、そういうのをやってマーヴィン・ゲイも素晴らしいんだけど、はい、そういう時それよりもなんかこの感じが、うん、このセクシャルな感じのマーヴィン・ゲイが、うん、僕はとっても好きで、はい、
うん、眠れない夜にはきっと聞くなと思って、うんうん、選ばせていただきました。はい、はい。でまあ、このアルバムはねすごくバックのミュージシャンも素晴らしいので、うん、ぜひ聴き込んでほしいなと思うんですけど、うんうん、もう1曲だけこのアルバムから、1曲チョイスして、このコーナー締めたいと思います。はい、マービン・ゲイのディスタントラバー聴いてください。はい、ただいまオンエアの方はねマビゲディスタントラバーをかけております。この曲はねすごいあれだよね、ライブではめちゃめちゃあのエロい感じだよねすごいエモーショナルに歌うんですよ。でもなんかレコーディングは結構さらっとしてるんだけどね、でもそのそれがまたいいんだよね。うん、うん、いやーこのベースよ、ベース、ね、頭のレコーディングが抑えてる感じで、多分ねこっちの後半のレコーディングはベースジェームス・ジェマーソンだと思うんだよね。あ、そうなんだ、うん、あ、そうだよね、 そんな感じがするよ。あのギターも、あ、この曲は違うか、これの次の曲とかはあのデビッド・ティー・ウォーカーとかがギター弾いてたりとか、結構あの随所随所にさっきあのかけたプリーズステイ、2曲目プリーズステイなんかもドラムのポール・ハンフリーのイントロがすごいかっこいいよね。うん、であの終盤のにフィルインがあるんだけど、うん、あのちょっとあの、はい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 、ドラムをパラッと回すところがあるんだけど、うん、そこもすごくあのかっこいい、あの名演と言われてるし、はい、あのタイトルのね、レッツゲットイントンのイントロのワウワウギター、うん、あれもワウワウワトソンが弾いてるんだけど、それもすごい名演と言われてるので、はい、すごくあの演奏面でもとっても優れたアルバムですね。うん、はい、はい、じゃあこのままもうインフォメーションいきます。そうですね、はい、ではインフォメーションコーナーに移っていきたいと思います。インフォメーションコーナーです。7月26日水曜日、関西京都今村組ファーストライブイン沖縄ということで、子どもたちに本当の顔で生きられるようにしてやりたい、輝いた顔で生きられるようにしてやりたい、2017年7月26日全国に数あるダンスチームの中で魂の踊りと評される関西京都今村組が沖縄での初ライブを開催いたします。はい、日時7月26日水曜日、会場18時、開始18時半から21時まで、会場浦添市手田子ホール大ホール、こちら、チケットの方が大人前売り2,000円、大人当日3,000円、子ども前売り1,000円、当日2,000円、未就学児前売り当日ともに無料ということになっておりますけれどもね、先ほどあのワンネスグループの高尾さんの方からですね、リラキチのラジオを聞いた方にだけということで、秘密の電話番号を教わっております。こちら 098-943-4655、 098-943-4655、 こちらにリラキチのズバンレディを聞きましたというふうに言っていただきますと、チケット1枚購入につき1枚差し上げますという形で、ね、はい、すごい太っ腹なことになっておりますので、はい、すごいですね。もらえなくてもぜひあの本当に行、はい、く価値の十分あるあの素晴らしい舞台、本当に泣いちゃうんですよ、なるんだろうなというふうに今日ね、あの今村さん来てもらってすごく感じましたので、ぜひぜひ、ご予定確認して、はい、7月26日、はい、1日しかないですので、そうなんですよ、1回しかないので、はい、お見逃しないようによろしくお願いいたします。はい、そして7月20日木曜日、リラキチナイトボリューム15、毎月第3木曜日、はい、那覇市区目のトップノートで行われるリラキチのワンマンライブです。はい、リラキチの基本形アコースティックスタイルでたっぷりとじっくりとお届けいたします。もう今回は新曲発表ありますということで、ね、仕込んでおります。2017年7月20日木曜日、オープン19時、スタート20時半、チャージ1500円、別途オーダーでお願いしております。トップノートさんは那覇市久米 2-8-10 パーム久米ビル地下1階、ご予約はリラキチホームページからお待ちしております。はい、ぜひぜひお願いします。リアクションメッセージの方にね、他のライブの予定も上げてるんですけど、はい、もう今月はねこの、リラキチナイトめちゃめちゃ力入れてますので、ね、そうです、一押しでやらせてもらってます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、トップノートの方にね、来てくださいね、はい、ということでね、お待ちしております。はい、最後の曲1曲だけかけます、なんかちょろいビット。そうですね、はい、じゃあね、僕がね、選んだやつでいい、はい、あの濃いやつ、濃いやつ行こう、行きたいなと思って、うんうん、かも濃いやつ、選んでまいりました。はい、イントロがね、うん、暑いぜ、寝れない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 って言ってるやつなってますのでそんな感じを聞いてください。ジェームス・ブラウン、 It's a man's man's world。
はい、オンエアの方はね最後の1曲ということで It's a Man's Man's World をかけております。ジェームス・ブラウンの名曲ですね。熱いね、濃いね。いやさ、JB もあれだよね、寝苦しい時、寝苦しいぜ。こうスタジオテイク聞いちゃうとさうまくまとまっててふーんって感じで聞き逃しちゃうんだけど、ライブのパフォーマンス見ると本当物の見方が変わるというか、うん、JB ってすげえなってなるね。なりますよ。いや、うん、これライブじゃなくあのスタジオ録音だけでもすげえなってなるけどね、十分。ほんと、うん、なんかほら有名な曲すぎて、この曲とかもよく聴く曲すぎてなんとなくピンとこなかったりしてたんですけど、うん、お届けしておりますのはジェームス・ブラウンで It's a Man's Man's World。 濃いでしょ、熱いぜって言ってたでしょサックスが言ってた言ってたサックスというか本セクションが言ってたすごいね、やっぱねこういう曲を聴いてなんかもう汗だくだし疲れたしどうしていいか分かんないけど、知らないうちに眠りに落ちてたっていうのがね、あの理想的かなと思います。そうですね、うん、多分もうそういう感じです。もう汗だくだけどもうもういいやみたいな、そうもう知らんみたいな、世も知らんで、あ、そう、あの、あ、開けてきましたけどみたいなね気持ちになりつつもなんか諦めがつくよね、こんだけもう暑いぜって言われてたらさ。まあでも最近は皆さんね、はい、エアコンもあると思うのでねきっと快適に寝てるんだろうなと思うんですけど壊れたりもしますからね、まあ、そうやってもね、そう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 、うん、とかね、あの停電したりね台風でね、そう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 、するとなんか暑苦しい、なんかでも窓も開けられないしみたいな。そうですよ、この間日中に野だけ停電してたからね、うん、そういうこととかもあるからねなのでね、はい、一応そんな時はあえてこういうやつとか、まああのキーワードはあのエロスです、あのエロいやつ聞いたらいいと思います。そうですね、はい、ということ では、はい、来週のテーマは、はい、旅行の準備をしながら聞きたい音楽ということで掘り下げていきたいと思います、番組へのメッセージリクエスト FM 那覇ホームページから送ってください。お待ちしております。はい、じゃあね今日もゲストを来ていただきましてね、めっちゃ盛り上がった第20回目でしたけれども、はい、また来週も聞いてくださいね。はい、どうもありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。ズバーンレディオ、バイバーイ。